最後は BC リーグ富山サンダーバーズ、今月4日5日の試合をまとめてどうぞ。6月4日福井ミラクルエレファンツをホームに迎えた富山サンダーバーズ、この前の試合で福井に大差で敗れたためホームで白星を飾りたいところです。しかし先発の日向がピリッとせず4回までに5失点、それでもその裏3番塚本からの連続ヒットで3対5と詰め寄り、ツーアウト二塁三塁で8番太陽、太陽のレフト前タイムリーで2者が生還、これで5対5、サンダーバーズが打者一巡の攻撃で試合を振り出しに戻します。流れはサンダーバーズかと思いきや、その後の5回、福井に勝ち越しを許し5対6とされます。4回に猛攻を見せた打撃陣も7回からマウンドに立った元 NPB の藤井に完全に抑えられ、結局5対6で福井に敗れました。続く5日の相手は北陸地区首位の石川ミリオンスターズ、直接対決とあって落とすことのできない試合です。先発の北にはバックの好プレーにも助けられ、石川に点を与えません。胸に打球を受けながらも奮闘する北谷に応えたい打線ですが、塁上を賑わせてたびたび得点のチャンスを作るものの、あと1本が出ずゼロ更新が続きます。均衡を破ったのはサンダーバーズです。6回裏ツーアウトランナー1、2塁、連敗脱出の思いを乗せキャプテンの山内が振り抜いた打球はライトフェンスを直撃します。ライトの守備がクッションボールをもたつく間に山内は三塁を陥れ2対0。しかし7回表、打球を受けたしびれの影響から北谷が崩れます。ヒットで1点差にされた後ワイルドピッチが続いて石川に追いつかれてしまいます。ここでサンダーバーズベンチは現在勝ち頭の田中を投入しますが、石川打線を止めることができず逆転を許します。その後も高森、日向、伏田とピッチャーが変わりましたが、エラーも絡み7回8回だけで大量11失点、結果12対2でサンダーバーズが負けました。投手陣の駒不足に泣く今シーズンを象徴するような試合となりました。アウェー戦も0対8で富山サンダーバーズは敗れました。これで4連敗です。そして順位表はこうなりました。 BC リーグの順位表です。6日の試合を終わって富山サンダーバーズは11勝14敗2分けで北陸地区2位から3位に落ちました。首位は石川です。上信越地区では首位の群馬にマジック1が点灯しました。富山サンダーバーズのこの週末の試合は、今月11日は福井、12日は信濃、そして13日は新潟です。12日、13日はホームです。前期終了まで残り9試合となりました。全試合勝つ勢いで頑張れサンダーバーズ9。今週の激スポはここまで。